おはようございます。ただいま朝の5時10分です。今日は今週の罰ゲーム、秩父にある三峯神社に行ってまいりたいと思います。まだ外も真っ暗なんですけど、これから準備していきたいと思います。それではやっていきましょう。グモ、これから5分後に来るバスに乗って三峯神社に行きたいと思います。こっちめちゃくちゃ寒いですね。それでは行ってきます。三峯神社に着きました。これから歩いて本殿まで行きます。晴れた。すごい、見て、めちゃくちゃ大きい。すごすぎる。1000円分しっかりお祈りしてきました。そしてあと御朱印をいただきました。なんか今年神社仏閣するといいって言われたので、御朱印帳を年始に買ったんですけど、それに入りたいと思います。グモ、じゃん。お昼は同じ活動を頼みました。見てこの大きさ、やばない？開けなくても大きいのか。これが秩父の名物らしいです。なのでこれを頼みました。お昼ご飯になります。
ご飯を食べ終わって今現在1時なんですけど、次のバスが2時半までないので、カフェがあるらしいのでそこに向かっております。あのね、めちゃくちゃ寒いめちゃくちゃ寒い。もう全然雪残ってるしびっくりする。今現在時刻2時です。2時過ぎか、2時半のバスに乗って西武秩父に帰ります。秩父に着きました。スタッフの2人にはお酒のお土産と、やすちゃんにはかりんとうを2つ買っていきました。ということでこれからもう電車に乗る時間になるので帰っていきたいと思います。温かい飲み物を買ってまったり帰りたいと思います。マジで罰ゲームだったでもめちゃくちゃ楽しかったな。一人でこういう旅もいいなと思いました。はい、ということで以上3週目の罰ゲーム動画でした。またね、バイバーイ。